セラピスト、はい、目指したの。そこまでしてでもお金稼ぎたいですね。今じゃあ稼げてるのかっていうと負けてばっかなんで、それ覆したいんですよ。見返したい。見返したいっす。はい。どうにか自分の体使ってでも稼いでやるんだっていう今気持ちに、まあ、なってるんで、親も年なんで、まあ、楽させてやりたいなって、稼いでまた舞い戻ってきてです。かましてやります。駐車券を忘れずに。行ってきます。行ってきます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか。ちょっとまずはスタート地点に立ったっていう感じですね。手応えはあります。まあ、周りも強いとは思うんですけど、まあ負けないかなって思ってますね。合格は今日3日以内に合格者にのみ通知する以上ですね。面接の詳細って教えてもらえるの？だいたい1時間の中で集団面接だったんですけど、8人、僕入れて8人イケメン揃いでした。じゃあ優が一番年上で、はい、周りは20代とかもいて、はい、韓国系みたいな。ああ、今流行ってるような、はい、化粧してる系男子みたいな。おめでとう。1人ありがとうございます。今日が講習の日ね。はい、お願いがありまして、講習費用が3万円必要なんです。まあまあ高いじゃねえか。どうすんの。俺が金なかったらね。あと1時間もないからな、面接も。で、一番取るんで、はい、お願いします。ありがとうございます。本当受かった。はい、やってきますんで。はい、ゆう最近何やつ。あ、最近ですね、ちょっとマッチングアプリの女性とお会いしたりもしました。あった。あ、一人お会いしました。その子にはちゃんと話してんの。セラピストなんて話しないでしょ。いや、まだ話せてないですね。いや、びっくりしちゃうわ。はい、すぐなんか出会えんの。なんか やり始めて1週間ないし2週間取り続けて今回お会いしましたね。お金かかんの。お金は、はい、かかるんですけど、ね、僕の場合は1ヶ月、まあ、数千円っていう感じですかね。なんか、まあ、この前俺に金、はい、借りに来たじゃん。はい、あれそれじゃない。すいません、失礼しました。そのマッチングアプリに使ってんの。すいません、マッチングアプリで課金してしまいました。彼女との連絡を取るのに課金が必要で。いや、俺もやってみようかな。もうそろそろ着くな。お疲れ。お疲れ様です。いや、長かった。いや、4時間ですか。4時間。はい、無事講習合格させていただきました。ありがとうございます。素晴らしい。次からやっぱ働くってなるともうね、ちょっと密着はできないんですよ。はい、これでちょっと一回ね、動画の撮影はさすがに終わんなきゃいけない。